日本茨城県つくば市築園筑園一丁目台。清水公園筑園は、茨城県つくば市の町名。現行行政地名は、築園一丁目から築園三丁目。郵便番号は305-0032。つくば市東部に位置し、つくば研究学園都市研究学園地区中心部に位置する。地域内には、つくば国際会議場があり。 学園都市中心部の一端を担う地域である。また、NTT 筑波住宅、宇宙航空研究開発機構筑波宇宙センター、築園住宅、都市再生機構職員宿舎等の集合住宅が多く、筑波エクスプレス開業後は分譲マンションが多数建てられている。かつては一丁目に筑波中央警察署があったが、2020年にくば北警察署と統合。 学園の森へ移転し、筑波警察署が発足した。一丁目に筑波、カピオ、大清水公園、筑園西公園、都市再生機構、水保銀行筑波支店、筑波銀行筑波営業部、デイズタウン筑波、筑波三井ビルディング、レクサス筑波、二丁目に、筑波国際会議場、筑波市立筑園西小学校、筑園公園、科学技術国際交流センター、 三丁目に、つくば市立築園東小学校、つくば市立築園東中学校、茨城県立築園高等学校がある。東は、花室、倉掛かり、西は東新井、南は千元、北は、東と接している。住宅地の地価は2014年1月1日に公表された工事地価によれば、築園三丁目5番号の地点で15万4千円。 平方メートルとなっている。県内で最も地価が高い。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。2020年2月1日現在の世帯数と人口は以下の通りである。つくば銀行つくば営業部、ありがとうございます。